クーラーとかをいじったけど全部切ってても聞こえる謎の音です。何もついてない状態なんですよ今ここは。だからすごく私的にはこの部屋に入ってずっと気になるんですけど、なんか聞こえますかやっぱり。やっぱり聞こえます。なんだろう、なんか近くにスタッフさん隣の部屋でなんか別のお仕事してて、だから隣の部屋のスタッフさんがなんか今ちょっと休憩時間だからオルナミン C とかの瓶をこうってやってるのかなと思ったら、みんなさんすごい熱心にお仕事されてて、だからなんか何なんだろうってなってます、はい、今日はですね、合間に今日合間時間本当は配信する予定はなかったんですけど、配信してもいいよって言ってくださったので、はい、ちょっとだけ配信お付き合いね。あ、なんか切ってく、なんか切ってくれたのかな。止まった。よかった。ずっと鳴っててちょっと不思議だった。何の音なんだろうなって。こんばんは。みりんが19時半をお知らせします。お腹めっちゃなっちゃった。お腹がぐるぐるぐるってなっちゃった。はい、今日はですね、何をいたしますかというと、ちょっとマキシマイザーをなりますね。イエーイ。はい、お腹はね、空きました。皆さんはそろそろ晩ご飯の時間とかですかね。最近カメラの調子は、持ってくればよかった。そうだ、昨日のお仕事の詳細を
と待ってね。あ、そう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 。昨日何をしに何に行ったのかっていうことをですね。なんて言ったらいいんだろうな。一瞬離れます。一瞬離れます。ちょっと持ってきます、そのブツを。もしかしたらなんか隣のスタッフさんとかのなんか声が聞こえちゃったら、聞こえちゃ、聞こえないようにしててください。なんかきっとお仕事の切っていけばいいんですけど、ちょっとすぐ戻ってきます。30秒とかで戻ってきます。雪が歓迎してくれてありがとうございます。ちょっともっとし20歳なのでURL もあろうと。
私、はい、私的な横からじゃあちょっと私が今から告知するものはですね、じゃん、この私のファースト写真集君のことをまだよく知らないの一番最後のページをめくったところにあるこのこちらにあるじゃん、この、スペシャルプレゼントの、滝野由美子の電車旅が収録されたオリジナル DVD の情報をですね、はい、先日この電車旅に行ってきまして、私、はい、これがまあ電車旅って言っても日本47都道府県いろんな電車がありますから、まあなんかね、瀬戸内なのか瀬戸内以外なのかなんかその時の写真をですね、はい、あ、応募券ついてるの知らなかった。お、じゃあのこの機会に知ってください。一番後ろの帯にスペシャルプレゼント応募券で応募できるスペシャルプレゼント応募券で応募できる、応募券で応募できる特典 DVD はの内容は、はい、そう、全部それには言えた、絶対当たるそれは分からないですよ知らないですちなみにこれ100名様に当たります。ちなみにもう応募した方っていますか？はーい、あ、今日はがき書こうと思ってた。おお、あ、今書いてます。あ、もう何枚か応募してます。いいですね。まあなんかなんだろうな、あ、すごい、もう早い。ワンちゃんの応募券かわいい。あ、ありがとう。そうなんです、応募券もこだわりまして、あんこちゃんの顔がついています。終わったの知らなかった。あ、ぜひぜひ、あの皆さん隅の隅まで隅の隅まで見てください。あんこちゃんがいるので。これ DVD いらないよってかと、非売品ポスターっていうのポスターがですね100名様に当たりますので、どちらか選べます。 DVD なのかスターなのかどちらか選べます。応募の締め切りは12月の22日、あんこちゃんのお誕生日の日、消印有効です。はい、あんこちゃんは出ますか？ああ、電車旅なので出ないです
私と電車が出ます。あとまあ電車旅なので電車に乗ってるだけじゃなくって、電車に乗っていろいろなところに行ってます。ということで、じゃあ皆さんツイートをチェックする、準備はできてますか？はい。ちなみにこのツイートを見て、あ、写真集ちょっと買ってみようかなとか追加してみようかなって思った方がいた時に買いやすいように、写真集の URL も貼っていますので、よかったら拡散してくださるととっても嬉しいです。一人でも多くの方にこの機会に写真集も手に取ってもろてって感じですね。はい、それではツイートしたいと思います。9 9 8 7 6 5 4 3 2 1。いいねが早い。リツイート。マスター、ショウイチ、タキアン、リキア、ソウケン、ヤス、モジ、クリーミー、ナディバー、リュウジ、ノリフックス、チェクスト、ヒケバ、コウジ、キャロット、ウルフ、ユミリムシ、ミツキーマカレーパン。いいね。ミキの創始、ヒーロ、ファルコン、マサミン、ヨック、ムーライ、ムーランド、カミーム。みんなきっと今ツイッター見てくれてる。あ、応募券忘れてた。あ、よかった、応募します。あ、ありがとう。そっか、もうちょっと時間が経っちゃってるから応募券があることをちょっと忘れちゃってたりもしたかな、はい、あ、いいねしてきた、ありがとう。マジですか、そんな情報知らなかった。帯見てみる。あ、ありがとう。そっか、帯コトキャン見たいな。コトレントは渋い、ありがとう。ぜひ。しかもなんか、そう、なんかソロ DVD っていうかで何気に初めてだから、ちょっとなんだろうな、うん、私もなんかどんな風になるかわからないんですけど、都電ってこと香川旅行か。あ、そうですそうですそうです。あ、帯切るのも少し揺れ、そうなんですよ、私がそのこだわってあんこちゃんの顔にしちゃったので、私はあんこちゃん切りたくないので切らない。ぜひことでん好きな人にも広まってほしいな。まさに歌舞伎書こうと思ってた。すごいこのタイミング、すごい
みんなコツコツすごいな、ありがとう、はがきたくさん書いたよ、ありがとう、ありがとう、嬉しいな、私の思いがたくさん詰まった滝乃美子ファースト写真集なので、ぜひ応募してみてください、よろしくお願いします。楽しかったです、しかも超お世話になってるマネージャーさんと2人で、まあなんだろう、ことでんのね方とかもいらっしゃったけど、なんかそういい感じのラフな感じのなんか張り切ってるとかじゃなくて、すごいみたいな感じの、まあ、普段のテンションの私がいっぱい乗ってます。本当になんかはい、できました、イエーみたいな感じです。面白いです。ぜひこちらの滝乃美子ファースト写真集の帯についてる応募券で応募できます。なんと太っ腹にこの DVD100 名様に当たるんですよ、すごい。まあ1万冊売れてるってことで、まあまあでも専用がするわけじゃないから、うん、まあでもそうだね、そう考えると1000枚ぐらい申し込んだ方がいいかも、絶対当てたい人は。1000枚応募して当たらなかったら一回お話し会で相談しに来てほしいです。1000枚応募したんだけど当たらなくって、確率的に言ったら1個当たってもいいぐらいなんだけどどう思うって一回相談しに来てください。ちょっと考えます、さすがに1000枚応募してくれて当たらなかったら、うん、ちょっとそれは私一回運営さんに聞いてみる、うん、から1000枚応募する方は本当に当たらなかった、もうなんか家の電話とかに家の電話とかに電話しに来てほしいぐらいはい、でダメな、でも確実的に言うと1万冊以上だから、まあ、売れてるのが、まあ、1000冊でも当たらないってことはまああり得る話なんですよ、うんうん、あり得る話なんですけど、まあそんなことがあったら私はあなたのために101枚目の DVD をあなたのために作るので、まあまずは当たらないって思う人は1000枚応募してみてください。絶対私が何とかします、後ででも1000枚応募してくれたら、うん、あとはちょっと後の方は頑張ってもろて、ことでんを選んだの滝乃、そうです、私はずっとこの DVD なんかそう本当はこれことでんってもっと最初に公表するつもりだったんだけど、いろいろな事情でまだまだ言えなくって、やっと公表ができます。最初から決まってました、ことでんで撮影するって。でもそれがそう発売したのは9月だったんですけど、
だし、帯を作ったのはまあ8月とかの話なんですけど、8月9月だとどうしてもこうコロナの状況とかで果たしてその電車旅とかができるのかとか、本当はなんか第一希望としては琴電を貸し切って、あの琴電って貸し切れるんですよそう、あの琴電を貸し切ってイベントをしたかったんですけど、やっぱりちょっと厳しいってなってうにうにってみんなで考えて、でも私はその琴電には絡めたいですって、もうすごく粘って粘って琴電の DVD にしてもらいました。そうなの、なかなかリアルなイベントが今できないので、本当だもうこれが2年前とかだったら多分琴電を琴電を貸し切ってなんかイベントとかできたかもしれないけど、そうなんです。でもまあ琴電って貸し切れるので、いつかなんかでできたらいいですね。はい、まあでも DVD だと形で残るので、それもそれでありかなって思います。イベントは直接会えるけど、まあもう目で焼き付けるしかないけど、うん、そうなんです。しかも実際それを8月9月に12月とかのことを決めないといけないってなった時に、どうしてもこのコロナの状況が収まってるのか、なんかもっと悪化してるのかもうわからないから、イベントしますっていうのがなかなかやっぱりその帯に書けないから、うん、ですね。すごく私もいろいろ調べてなんかいろんな案を出しました、この帯に関しては。なんか帯も私の意見とかスタッフさんがいろいろ頑張ってくださったりとか、いろんなものが詰まってるので、はい、ぜひよかったら応募してみてください。そしてなんだそれは気になるってことは、私のツイートにあの Amazon から購入ができる URL をプッて貼ってるので、ぜひ。ちなみにですね、この Amazon って私最近 Amazon よく見るんですけど、ちゃんとここの説明のところの詳細のところですね、詳細のところに出版社っていうところにちゃんと講談社っていう名前が入ってるものが私の公式のものとなっております。この出版社っていうところに別のお名前が書いてあったときは、これはあの違う方が出してるやつなので中古商品しかない。あ、それはだからあのそれは違う方のです。なんかこの私が貼った URL のやつも中古商品良いって書いてるんですけど、これはなんか書いてあるだけで発売元、あのこれ講談社さんのやつなので大丈夫です。講談社さんの、はい、雪です。これは中古品ではないです。てっきり水着動画かと、あーきっと写真集を買ってない方か、ちゃんと読んでない方かな。私はちゃんと帯にですね、竹
明由美子の電車旅が収録されたオリジナル DVD っていう風に書いてるので、ぜひいいですよね、こういう人たち。もっと宣伝しないとだな、帯にあるっていうの。私結構帯にもこだわったので、まあどれだけこだわってもね、その見てくださらないと意味がないので、優しい皆さん。あ、どんな内容なんだろうって気になってたから、お知らせありがとう、応募するよ、ありがとう。ことで、アビで応募企画あったの、今知った。まあそうだよね、そうだよね、ちゃんと隅の隅まで、もしいつか何か出せるってなった時は隅の隅まで見てくださると嬉しい。そういうのがね、なんか次につながっていったりするので、うんうん、ね。まあでも応募券の貼り方は皆さん、あの瀬戸内 PR 舞台のとかでご存知かと思いますので、はい、みんなもうあれで。あれで慣れてますよね、きっと、うん、Amazon じゃ売り切れてたりするよね。あ、Amazon で売り切れてないですよ。なんなら Amazon 限定版も残ってますんで、ぜひ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 ですね。もちろん電車旅なので、電車以外も素敵な場所にいろいろ行きました。ぜひ
寒いのでぐるぐるになりますね。よいしょよいしょ。はあ。で今日はですね、日本史の漫画を読みたいと思うんですけど、全部読んじゃうと著作権に反しちゃうので、ところどころへえなんちゃらなんちゃらなんだって言いますね。これは何なので、まあ南北朝室町時代ぐらいですね。はいはい、枕の次ぐらいです。なるほどって言ってくれると嬉しいです。あ、私おすすめポイントにコメントになるほどって入れとこう。はい、おすすめコインコメントになるほどって入れたので、皆さん、なんちゃらだよねとかじゃなくって、知ってる知ってるっていう時とかはなるほどって言ってください。逆に知らない時とかもなるほどとか、あとはそうなんだとか言ってくださると嬉しいです、はい、はい、よろしくお願いします。それでは始まり始まり、あー蒙古襲来の後、御家人は鎌倉幕府から十分な恩賞を与えられず不満を募らせていました。守護や御家人にも幕府を 見限り悪党化していく者がいました。北条高時が14歳で執権を継ぎます。この頃の将軍は形ばかりで、実際は徳宗が幕府の最高権力者でした。徳宗は北条本家の主、義時、泰時、常時、時頼、時宗、貞時、高時の7代みんな執権を兼ねました。義時、泰時、常時、時頼、時宗、貞時、高時。義時、泰時、常時、時頼、時宗、貞時、高時。私もこういう時とかこういう時代の人みたいに名前を引き継ぎたいです。時々義時、泰時、常時、時より義時、泰時、常時。この頃の朝廷は寿命院党と大覚寺党の2つに分かれて対立しました。これを両党鉄立と言います。1318年、後醍醐天皇が即位します。
あ、出た、上級の欄。本当だ。本当だ、本当だ。あ、そうだ、そろそろね、明日か、明日とかできそうだな。インスタを更新します。遅くなってすみませんでした。すみま、すみま、すみま。それか今日できるかな。いつかできるから、今日できる。
にちょっと見て、こっからちょっと待ってね、待ってね、ちょっと待ってね。ごゆっくり、ありがとう。インスタもね、今日明日で投稿ができたらいいなって思ってます。また誰かが瓶吹いてる。誰だ誰だ。そしてあと40人で9000いいねいきそう。インスタがよかったらいいね、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。こちらからその気持たしげ、北条高時、足利高氏。
へえ。後醍醐天皇臨時北条高時を討て。なるほど、あ、ありがとう、なるほど、うん、お、もし今日中に今日中にインスタのいいねがあと39、あと39ついたら今日インスタをあげます。あ、今日中にっていうのはちょっと間違えた。今日の配信中、今日の配信中にこの配信が終わるまでにあと39いいねついたら、まあでも別にそれはなんかしろっていうわけじゃなくて、まあなんか自分の一種のお目安です。お目安、一生ツイートしないことはないから安心してください。はい、だからまだの方いたらぜひ探してみてください。私のアカウントを頑張ってあんまりね最近ツイートしてないから、そう、上の方に載ってなくて申し訳ないんですけど、けどもけどもから、ぜひ、あ、これね、ツイッターじゃなくてね、インスタの話なんです。インスタの話、インスタグラムです。はい、あと10分後ぐらい。
1333年、鎌倉幕府は滅びました。二条河原の学書、ここに入るもの、幼稚、高等、伊勢林寺、第2章、文部区長、道覧、キリがいい。お、すごい、いいねが3増えました。イエーイ。3だって今日投稿できないかな。今日投稿できなさげかな。あれだな、分かった、私が待つばかりではいかぬのじゃ、私が待つばかりじゃいかぬのじゃ、いかんのじゃ。タグ、滝野ゆり子ファースト写真集、ハッシュタグ君のことをまだよく知らない、でコピーペコピーペ、ちょっと待ってね、コピーペ
インスタストーリーだ。インスタストーリーだ。インスタストーリーにしたら、インスタストーリーにしたら、インスタストーリーしたら、みんなインスタ見そうだな。どうだろう。何が違うんだろうな。これかな。さあ、ぜひみんなインスタストーリー見たついでに、ぜひ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 、あ、そっか、これが、そっか、これがこれなのか。ちっちゃくしないといかないのか。だからこうしてこうしてこうしてで、こういうこうしてこうしてこうしたらいいわ。ナイスだ。ナイスですね。寒いの？ここね、寒いんですよ全然ね、うちじゃないから暖房つけてるんだけどね。そうですけど、着用したアイテムのってのコラボアイテムの何か持ってますが、
と待って、コンタレスってこれなのかな、ちょっといいや、タグ付けって後からできますよね、インスタって。はい、なんかいいね、9000いったらとか言ってたんですけど、あのインスタ明日とかだともう私多分更新しなくなっちゃうので、今日更新したいと思います。もう前の投稿にいいねとかコメントしてくださってる方はありがとうございます。新しいコメント、あ、前と同じぐらいの時間だ。はい、そして今回もやっちゃいます。このコメントに9時までにコメントしたら読んじゃうぞ企画、イエーイ。はい、私がきっと50分までぐらいに、この後インスタグラムを投稿します。そしてなんかついてた、なんかついてるように見える、ついてないのかな、鼻の頭に泣いたかな、鼻の頭赤くなっちゃった。はい、そしてそれにコメントをくださった方、9時までにコメントをくださった方のコメントを全部読みたいと思います。なのでぜひこの、それを知ってるのは実はこの配信を見てるあなただけなので、ぜひご参加くださいましまし。インスタ開かなきゃ、もうインスタ開いてていいで、もうあと1分ぐらいで投稿したいと思います。はい、ぜひコメントを、まあ15分ぐらいあるので、まあ9時までにコメントをくださると、全然すぐとかじゃなくても考えて、私の STU48 で中で結成しているガールズバンド、ここ多い周り、ちょっと待って、はい、あ、声出てる滑っちゃったから、皆さんは何の投稿かわかると思うんですけど、はい、それでは行きます。
10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。久しぶりだな。いつぶりだろう。1週間、2週間ぶり。あ、投稿された、投稿された。いいねは、いいねはすぐ読みます。いいね。リュータロンドーマン、前川つたむ、海渡る、藤本一樹、高則、美月、井上義弘など、龍二、美咲、ノリフィックス、ひろたつ、KH、ミミミキヤ、レオちゃん、一文字、ズームレンズ。ありがとうございます。コメント、コメント。かわいすぎ。ありがとうございます。綺麗っす。ありがとう。おしゃんだね。ありがとうございます。かわいい。100倍ですね。ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。ユミン、かわいい。ありがとう。ビューティフォーン。ありがとうございます。めっちゃかわいい。ありがとうございます。かわいい。ありがとう。帽子かわいい。ねえ。あれもコラボしたバキハなのでとってもお気に入りです。かわいい、ありがとう。メーベーム、ありがとう。かわいい。くじも引かないと。あ、ぜひぜひ。12日までなのでお早めに。これは9時までにコメントしてくださった方のコメントをのんびりのんびり読んでます。かわいすぎる。ありがとう、優しい。 T シャツかわいいね。 T シャツかわいいんですよ、本当に。ビッグ T です、これは。ケビン、かわいいね。ありがとうございます。かわいすぎる。ありがとう。背中のイラストいいね。ね、背中のやつめちゃくちゃかわいいんですよ、本当に。白似合うね。ありがとう。白好きです。黒も結構着るんですけど、今日も黒だし、昨日も黒だったし。白もありがとう。コメントしま、コメントしましたわ。コメントしましたわ。コメントしましただった。あの、何々さんがコメントしましたの。コメントしました、読んじゃった。帽子いいね。ねえ、本当に可愛いしか言葉出てこない。おお、ありがとうございます。うにゃうにゃ。1枚目の表情が良すぎる。おー、ありがとうございます。一回ツイッターかなんかに載せたけど、ちょっとやっぱりインスタにも載せようと載せました。綺麗になったね。優しい。ありがとうございます。背中のイラストが可愛いですよね。バキハトザコシを買いました。 T シャツ買ってなくて後悔。ああ、ビッグ T もね、見た可愛いです。帽子可愛すぎる。帽子可愛いんですよ。素敵です。ありがとうございます。似合ってて可愛い。ありがとう。お揃いで買ったよ、バキハ帽子も。お、バキハ、おしゃれですよね。かゆみ、明日なちゃんとお話ししてきます。お、いいね。いいな、私もなちゃんとおしゃべりしてきたいな。あ、ひまわり最高、最高だよね。ありがとう。とっても似合ってる。今日もキャットで可愛すぎる。ありがとう。ブランコ似合う。本当にね、ブランコ大好きなんですよ、私。本当に大好きなんですよ。ありがとう。オーバーサイズ T シャツ良きですね。そう、ビッグ T めちゃくちゃ可愛いですよね。ありがとうございます。可愛い。ありがとうございます。嬉しい。ブランコ押してあげたい。あー、いいですね。一周しましょう、一緒に。一枚の口の形かわいい。あー、もぐってしてるやつ。ありがとうございます。ブランコの意味かわいすぎ。ありがとうございます。ブランコ大好きです。かわいい。一緒にブランコ乗りたいな。二人乗りですか。私はブランコ一人乗り派です。あ、隣にってことか。お隣はいつでもどうぞ。みー、この T シャツ本当に似合い、お似合いです。帽子もプロデュースしたんだよね、すごい。そう、帽子もみちとかがプロデュースしてて、本当に本当に素敵なので、ぜひ
おひまわり最高、ゆみりんかわいい、ありがとう。 T シャツも帽子もかわいいしよく似合ってる、ありがとう。本当にね、バキハがめちゃくちゃかわいくって、サコッシュもですけど、サコッシュを担当しました。私は本当かわいい。ゆみりんホワイトお似合うよね、マークゴンザレスね、エンジェル、ゆるキャラ好きなんよ、届くのも楽しみにしてます、ありがとう。そう、私黒も着るし白も着ます。みんなそうか。ありがとうございます。この1枚目の写真 LINE アイコンにしといんやけど、嬉しい。この子かわいいってみんなに言われてすっごい嬉しいの。授業の元気の源みたいな写真もこれにした。ほんとかわいすぎて幸せ。ありがとう、嬉しい。布教してくださってるんですね、嬉しい、ありがとう。 LINE アイコンのここの子だよってぜひインスタも布教してください、ありがとう。やっぱり世界一かわいいね、ありがとう。ミーのブランコ後ろから押したい、あ、いいですね、よろしくお願いします。こぐの疲れたらお願いします。ゆめゆめかわいくて素敵で綺麗で素敵、ありがとう。ブランコいいね、いいよね、本当にブランコとっても良きですよね。ゆみりん天才的に可愛い、特に2枚目の表情が可愛すぎる、ああ本当にありがとう。あ、確かにこれ、あ、ちょっと後で言う、コメント全部読んでからにしよう。髪短くしてからの巻き髪も素敵、自然光で可愛さマシマシですな。あ、そう、髪の毛巻いてるんです、ありがとう。この可愛い人他にいないです、ありがとう。 T シャツいいよね、おいマリカッケー、おー、ありがとうございます、嬉しい、かっこいいね、なんかちゃん可愛いです、ありがとう。2枚目の画像が無邪気な子供みたいで可愛いとはブランコ大好きです、ありがとう。ブランコ乗ってる姿が可愛い、 T シャツの後ろのキャラクター素敵、帽子頼みました、お、ありがとう。モデルがいいからずっと見てられる、ありがとう。フォローしました、似合ってて素敵です、ありがとう。近くにこんな可愛い人いたら倒れる、ありがとうございます、めっちゃ可愛いです、ありがとうございます、ありがとう。今はそうあと6分ですね、皆さんぜひコメントお待ちしてます。クカちゃん残ってくれるのかな、おーおおどういうことなのでしょうか。ああ、ね、ずっとやりたいね、青いひまわりはね、ってことですよね、きっと。何気ない日の一コマなのに、グッズがすごい映えてますね。モデルさんのおかげかな。ありがとうございます。かわいいね。ありがとう。髪の長さちょうどよき。ありがとう。あ、でもこれ、まだ髪長い時なんだよね。切ってない時だけど、髪の毛巻き巻きしてるから、ちょうど同じぐらいに見えるかな。あ、仲良しの衣装さんがいいねしてくださってる、早い。あ、菅原真也さんがいいねしてくださってる、早い。いやん、早ちみんな早い。 I'll be waiting for collaborこれはどこの言葉だろうな、 Thank you、 ちょっと後で翻訳します。ミンと一緒にブランコ乗りたい、ありがとう。今日着てる黒い服も可愛いよ。あ、だったらショールーム見てますね、ありがとうございます。バックプリント可愛いですね。サックスなんで上から4人目がユミコリンなのかな。あ、そうです、そうなの、そうなの、上から4人目がこれ切れちゃってるけど、下もベースかギターか持ってます。ちょっと今切れ、これの写真は切れちゃってて申し訳ないんですけど、はい、ぜひ。
お医先生がなぜか真ん中。あ、お医先生は、あ、これね、よく見てもらうと、この立ち位置って私たちのオフィシャル的な立ち位置なんですよ。一番最後の写真ですね。一番最後の写真が私たちのオフィシャル的な立ち位置なんですけど、私青いひまわり一番端っこの立ち位置です。これはかけがえのない私たちの定位置ですね。青い先生はあのリーダーなので、このバンドの一番真ん中にいます。創業者ですから、社長さんですからですね。ゼピゼピ、エミリーのこと好きだわ、ありがとう。青いひまわりのヘタレたちはバンドバージョンめっちゃかっこよかったです。いつか生で見たいね。ありがとう。あと皆さん3分になりました。9時までにインスタの投稿にコメントしてくださった方は、私がリアルタイムでコメントを読んでおります。あと2分になった、あと2分だ。これはショールームを見ていて、なおかつその投稿してすぐコメントしてくださった方のみのものでございます。何得意そうって書いてるんだろう。得意です、得意です、得意です。水色似合うね、ありがとう。水色要素ないけど、あ、文字がね青だから、確かに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 。なんか気をつけて、ありがとう。いいよ、もう同じ方のコメントはもう大丈夫だよ。この辺にしとこう、ありがとう、バイ。嬉しいよ。そしてコメントも消さないでね。事前に言うやつ。みんなセンスがすごくていいな。あ、ユミリのテルタンティーも販売待ってます。私も待ってるんですよ。私も待ってるんですよ。本当に。T シャツ着てバキハをかぶって早く会いに行きたいです。うわー、会いに来てください。ぜひ。頑張りユミリ。頑張りユミリ。うん。ありがとう。ボビミニかわいいね。あ、ありがとう。いいよね、この長さ。あ、私最初にやっとくといっぱいコメントもらうのってすごく嬉しいからいいんですよ。全然同じ方がコメントするの、私は別にめちゃくちゃいいんですけど、ただなんか連続してコメントしちゃうとめっちゃ同じ人がコメントしてるやんっていうのが、そう、周りにバレちゃうから、そう、周りにバレちゃうのでバレないぐらいの同じ投稿へのコメントは OK です。でもそう、ちょっと同じ人がいっぱいコメントしてるじゃんって、私しか知らない状態じゃないと周りにバレちゃう。これは周りにバレないぐらいが一番いいぐらいですだと私は最近思った。お、クジだということでここまでですね。クーカちゃん卒業は寂しいね。新しいドラマの候補上がってます。あー、そんで青いひまわりってあの5人で青いひまわりなので、多分。あ、絵文字いっぱいありがとう。お似合いだね、お外でも気軽に着れるね。そう、お外でも着れるんです。髪切って一層可愛くなった。おお、ありがとう。嬉しい。ハート。私はあなたがとても好きです。ありがとうございます。はい。ということで、今日のコメント選手権を勝者はあなたたちです。ありがとうございました。なむなむ。
がとうございました。ありがとう。コメント85件でした。これに入った皆さんはウィンです。ウィン、ありがとうございました。また投稿した時はなんかショールームの特典だよね、リアルタイムで投稿を楽しめるっていうのは。はい、まあ、でも全然なんか反応するの強制とかじゃないんで、気が向いたらお待ちしてます。まあただね、してくれる分にはもう嬉しいに越したことはないので、まだまだその9時過ぎましたが、あとはここで読むんじゃなくって、私がお風呂の中とかでまったり見るよっていうだけなので。いいねも今883いいねだそうです。すごい、ありがとうございます。寒いね今日もね。あ、足しびれた。行かないように、ね、気をつけます。ありがとうございます。皆さんも風邪ひかないように気をつけてください。今日はツイートもして、インスタも投稿して、もう本当になんかやることは終わった。すごい、あかりんがもう始めたばっかりなのにここも投稿してる。あ、はい、そろそろかな。そろそろかな。ちょっと
けるけど1分ぐらいで戻ってきますけど、なんか私がいない間にお隣も作業してらっしゃるので念のため配信を切ってから行こうと思うんですけど、あの多分今切っちゃったら、あ、ちょうど壇上が凍った、壇上が切れちゃうので一回壇上読んでから去ります。でも2分ぐらいで帰ってくる、超さっきぐらいすぐ帰ってきます。13位ズームレンズさん、ありがとうございます。12位ヒロピーさん、ありがとうございます。11位アランさん、ありがとうございます。10位ノリヘクスさん、ありがとうございます。9位ウィルマス元気団長さん、ゆみこじ、ありがとうございます。8位スランプくんさん、ありがとうございます。7位コラさん、ありがとうございます。6位オットセイさん、ありがとうございます。5位ヒロさん、ありがとうございます。4位シャイニングフィンガーさん、ありがとうございます。3位ソケンさん、ありがとうございます。2位ハルミンさん、滝の横髪よし、ありがとうございます。1位クマネパパさん、ありがとうございます。それではすいません、バタバタしちゃって超一瞬だけ去りますが、多分10分に戻ってきます。はい、また後。通知が来た。こんばんは。あ、寒いと思ったら雪が降ってたんですか。ただいま戻りました。早かった。やったね。よかったね。お待たせしました。こんばんは。こんばんは。ユイリンが9時10分過ぎをお知らせします。超微妙な時間ですが、ただいま戻りました。すいません、遅くなっちゃって。そしてちょっと私はね、これね、ちょっと今日中に読み終わらないといけないから、ちょっと
全然読んでない。全然私ね、4分の1ぐらいしか読んでない。やばい。これ違う、読まない、読み終わらないとこれ私持って帰らないといけなくなる。うん。腰抜けちゃうんですよ。1335年夏、最後の特捜だった北条高時の時行が共演します。1333年に幕府は滅んだ、鎌倉幕府は滅んだんだよね。うん、覚えた。何冊もこれ20冊あるんだよね。20冊ある。なるほど。
足違い、正成は戦死しました。なるほど。なるほど。建武宿目1336年、足利尊氏は幕府を開く準備を進め、1336年建武宿目を発表しました。なるほど。足利尊氏、室町幕府に来ました。なるほど。
後の LINE になります。あと2つか。Thank you.
メントは消します、だからコメントは消さないでって、だからさっき言ったじゃん、だからコメントは消さないでね、もうコメントを消すならもう私はなかったことにするよ、コメントを、コメントをなかったことにするよ。大丈夫ですよじゃなくて、じゃあ大丈夫ですよこっちも、じゃあもうそういう時にはせっかくコメントしてくれてる人を呼んでるから、読むためだけにコメントするんだったらもう、じゃあ私ももう読まないどこかな。そういう意味でやってるわけじゃないんだけどな、インスタのコメント読むやつは。特定の人に言うわけじゃないけど、もしコメントを消すならもうそもそもコメントをしないでください。そもそも悲しいな、さっきコメント何件って言ったけど、じゃあまた減るのかな。いっぱい減るのかな。悲しくなっちゃった。もうコメント読みはやめようかな。金払ってるからって何でもしていいことはないよ。そしてそのコメントも消しちゃうのね。もうそろそろブロックしようかしら。インスタってブロックしたことないかも。あんまりインスタグラムで悪口言われることないな。あんまりないな。悪口言われることはないかも、インスタグラム。やっぱショールームとかの方が気軽にコメントができるから。かな。その点はすごく私の好きな。インスタグラムの好きなところは、そこですね。そして待って、これ一個は読み終わりやすか。
1399年、吉松は大軍を境に送り、大内義弘を滅ぼしました。これを大江の乱と言います。かの有名な。私はごめんね、私はわからない、さようなら。こっちのことも分かってね、自分だけじゃないよ、分かってねって言うなら分かってね。日民貿易のことを観光貿易と思います。なるほどね、なるほどね、うん、Thank you.
その辺なるほど。なるほど。応仁の乱が始まった。1467年、応仁の乱。
山口接種なるほど。おお、なるほど。あれ、私これ
てみよう。でした。お、そろそろいい時間になってきましたな。じゃあそろそろ終わりたいと思います。はい、ゆったりまったりありがとうございました。皆さんぜひ暖かくして寝てください。今日もそろそろだな私は。はい、じゃあ誕生日まーす。13位ちゃんけんさんありがとうございます。12位はもじさんありがとうございます。11位なっとさんありがとうございます。10位、あ、なんだっけな、さっき読んだんだけどな、トリパイタンさんありがとうございます。キシャニングフィンガーさんありがとうございます。ハチコーラさんありがとうございます。7位スランプくんさんありがとうございます。6位ヒヨさんありがとうございます。5位ヤスベさんありがとうございます。4位ユノウエヨシヒロさんありがとうございます。3位ズームレンズさんありがとうございます。2位イソケンさんありがとうございます。1位トラッキーさんありがとうございます。ありがとうございました。皆様これからも暖かくしてお過ごしくださいませまでしょ。そしてね、ファンの人と私とどちらが偉いわけでもないので、お互い同じ人間として生きていきましょう。お互い嫌なものは嫌なのでね、もちろん私も皆さんを無理強いさせないように、全然だから配信とかも本当に、はい、時間がある時でいいし、メールとかもね全然時間がある時にさささって感じでいいし、絶対じゃないので、あれがね、こうしないといけないとかじゃなくて、したくてしてるっていう、応援したくてしてる、私もなんか配信がしたくてしてるとか、投稿したくてしてるっていう感じの、なんかお互いがウィンウィンになるようなねことがこれからもできたらいいなって思います。決して無理せず、もうお仕事とかでね、十分、はい、無理はしてると思うので、ここぐらい気ままに、自由気ままに行きましょう。はい。はい。それでは。あ、待って、メールか。それでは最後までありがとうございました。明日も一日頑張りやみん。それではおやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。